仕事の愚痴、昔の話が止まらない奥さんとうまく付き合っていく方法を教えてください。はい。簡単な解決方法ありますよね。ね。うん。飽きるまで聞いてあげなさい。飽きるまで。ね。あのね、同じ話を何回もするっていう理由わかりますかね。同じ話を何回もされるっていう意味わかりますかね。聞いてないっていうことなんですよ。わかる？本当に心から聞いて共感して大変やったねって言ったら、もうその話は繰り返すことはないんです。適当に聞いてるからいつまでも繰り返すだけの話でしょ。適当にどころかまた始まった、はあ、もう泣けんだよねこれ、もう本当やめてもらえんかななんて思ってるからいつまでも追いかけてくるんですよ。当たり前じゃないですか。なんで心から共感して涙ぐらい流しなさいよ、そこで大変やったよね本当にって言ったら、分かってもらえたんだこの人と思ったらもうその話はしません。わかりますかね。あなたの生き方に問題があるんです。だいたいね、だいたい話聞いてねえから質問にこんなの書くんですよ。当たり前じゃないですか、こんなね。本当ですよもう。誰が書いたのかわからないってめっちゃ便利ですよねこれね。誰かの名前書いてたら私そこまで言えませんからね。当たり障りのないことを言ってしまいますから。また現状維持から抜け出すためにはどうすればいいですか。人生の生き方には2つしかないんです。現状維持か現状打破なんです。この2つしか生き方ない。現状維持はなんでいけないんですか。抜け出したいってなんでいけないの。その現状が自分の理想や、自分の夢とは違うから。あの現状維持と現状打破っていう2つの道があるんですけど、どっちも茨の道ですよ。どっちも茨の道。現状維持が楽な道で現状打破が難しい道だと思ったら大間違いなんですよ。現状維持も現状打破も茨の道な、どっちも同じなんです。どっちも同じなの。あのね、現状維持から抜け出したいっていう人たちは、抜け出さなきゃいけないのは現状維持っていう道じゃないんです。じゃないの。この人が真っ先に抜け出さないといけないのは何か、自己否定なんです。この人が真っ先に抜け出さないといけないのは自己否定なんです。現状の自分を認めてあげてないんですよ。いろいろあるけどお前もようやっとるよなって自分で自分に声をかけてあげられないんです。だから仕事がつまらないじゃの、周りの友達関係に恵まれないじゃの、不幸ばっかり降ってくるじゃのね、そんなどうでもいい話をするんですよ。そんなどうでもいい話をして酒飲む暇があったら自分自身にねぎらいの言葉一つかけてあげなさいよ。俺が一番知ってるよお前ってね、人には言えねえ苦労もしてきたよなって、今日もあったよな、こんなことも、私こんなこともとても人には言えねえけどさ、よお前頑張ったよねっつって、お疲れちゃーんっつって自分に乾杯すれば全て水に流れるようになってるんですよ。そのためにお酒があるんですよ。管を巻くためにお酒があるんじゃないんですよ。よく管巻いてる人がいますけどね、お酒って水に流すためにあるんです。水に流すためにある。水に流すものって決まってるのね、うん、自分の感情を流すんです。だからお酒を飲むしお風呂に入るんですよ。お風呂に入らない人は自分の感情を水に流すことはできないんですよ。できないの。だから日本人って、日本人ぐらいですよ、こんなやたらお風呂が大好きなの。あれなんで、感情が全部流れていくからですよ水。こんなこと言うのどうかと思いますけど、お風呂の水を何日も変えなかったらやばいですよ。お風呂の水は使ってもう1日使ったらもう流す。だってここに感情があるから流す。それ何日も使ってたら感情が出ない、出ない。だからお風呂の水は変える。昔の人は水浴びしてたんですよね。あの水は流れるから川に行くんです。川で泳いだりしてたでしょ。昔の人たちは水の中に浸かるのが大好きだったんですよ。だから川遊びも行くし海水浴も行ってた。今は行かなくなったでしょ。あれ意味があるんですよ。自分の感情を全部水に流すためにわざわざ行くんですよあそこに、うん、だからお風呂に入りなさい。そしてお酒で
自分の感情を流しなさい。お酒を飲むときに語るのは自分、そして自分にかける言葉はいつもねぎらいと感謝の言葉。お前よ頑張ってるわって、俺が一番知ってる、世界で一番知ってるお前のことって、お前はなってよう頑張ってるよな、俺が分かってるからって、ありがとうっつって飲めばいいじゃないですか。そしたらお酒の力でその感情は流れます。お酒って神様の水なんですよ、こう分かりますよね。だからおみきって言うんですよ。日本の酒って特殊なんですね。お米から作ってるんですね。お米って神様なんです実は。で神様をいただくわけです、ね、いただくって分かりますかね、意味が。いただくって、いただきって、てっぺんなんです。つまりてっぺんって神様のことなんですね。だから神様は、先の尖ったものに宿るって昔思われてたんですね。だから山に神様がいると思ったんです。でその神様のお供え物はおにぎりだったんですね。そのおにぎりの形ってどんな形してましたっけ。三角おむすびですよね。あれ私たちが食べるおむすびと形が違うんですけど、私たちが食べるおむすびは俵型なんです。あの三角おむすびは神様しか食べないんです。神様のお供え物なんです。今はそんなのが分からなくなって三角のおむすび平気で食べてますけど、あれは神様のお供え物、神様に備えた後にいただくおむすびなの、うん、そうなんですよ。いらない雑学ですけど、うん、だから山にいると思ってたんです。あるいは尖ってるところにいると思ってたんです。でそこから神様が降りてくるんですよ。神様が降りてくる。で神様をお迎えする、ちゃんとお迎えする、なんちゅうのかな、しきたりちゅうか、あの作法があるんですね。神様もお供えするときに、あ、神様ってさっていう言葉で表されるんです。昔の日本ではね、さって、音がつくものって神様由来なんです、はい、だから、神様が降りてくる道を坂って言うんですね。で神様が、降りてくる、人が住んでるところを里って言うんです、はい、あ、そして神様が召し上がる、お水を酒って言うんですね。神様が、食事をとる器を皿って言うんですよ。そしてそこに乗る料理を魚って言うんですね。そして神様が取るときに咲く花を桜って言うんです。そういう作法があるね。現状維持から抜け出す前に自己否定から抜け出しなさいよ。まずそのためには自分に乾杯しなさいよ。自分自身に乾杯ね。今日もよくやったなお疲れさんって。これができてない人山ほどいますよね。自分にねぎらいの言葉をかけてあげられる人って本当にいないですよね。それどころかもっと頑張れよとか言ってますね。泣き言言うなとか言いますよね自分にね。お前の話は聞きたくねえんだみたいなね、うん、だから体調不良をして会社に行ったりするんでしょ、うん、どうすれば子供が自立しますか。また詳しく子供のこと書いてますね、通信制高校に在学、していますが卒業が見通せません。あ、なるほどね。今後社会に出るいわゆる自立に向けて親としてどう対処すればいいでしょうか。私に聞かない方がいいと思いますよ。こういうの私に聞いたらとんでもねえ答えが返ってくるので聞かないことをお勧めしますけど、それでも聞くんだったら言いますけどいいですか。覚悟して聞いた方がいいと思いますけど、子供が卒業する、子供が卒業しないとその子はダメな子なんですかね。私不登校の相談をたくさん受けるんですけど、どうすれば学校に行きますかっていう相談を受けるんですよ。でも根本的なことを抜け落ちてますよね。じゃあ学校に行かない子供は子供失格なんでしょうかね。ね、ちょっと考えれば分かることも見えなくなるんですよね。なぜなら、親と子供の向いてる矢印が違うんですよ。例えば学校に行けない、ね、そのまあ卒業もままならない、
まあ、卒業ままならないってことは学校行けてないってことですからね。学校行ってたら自動的に卒業できるようになってるから、今の日本のシステムね、行けてないっていうことじゃないですか。行けない理由があるんですよ。行けない理由がある、ある。理由がないのに行かないはずないでしょ。だってそんなんちょっと考えたら分かることじゃないですか、ね、理由もないのに行かないとかいう人出会ったことありますかね。行けないんですよ。行ったら辛いの。居場所がないの、そこに居場所がない。だから行ってもいたたまれないの。もう今日初めて来た人はその経験したでしょ。いたたまれなかったでしょ最初。居場所ないみたいな、私こんなところに来て大丈夫かしらみたいな思いませんでした。もうここら辺に言っても全然共感してもらえないです。ここら辺変態ばっかりなんで、ここら辺おかしいんで別にはぁみたいな顔してますけど、初めて来た人思いませんでした。居場所どこにあるんかな、不安だったでしょ。いいのかなここにいてって、それと同じことを子供は思ってるんですよ。だから行けないの。子供にとって解決方法は一つ、家にいることなんです。家には居場所があるから、だから家にいる。少なくとも子供はここに居場所があると思ってる。ここなら安心できると思ってる。親の解決の矢印は子供が学校に行くことなんですよ。子供の解決の矢印は家に帰ることなんですよ。矢印が真反対でしょ。話が噛み合わないんですよ。話が噛み合わない。解決する方法は2つしかないのも分かったじゃないですか。2つしかないですよね。子供が折れるか親が折れるか、どっちかなんですよ。矢印は2つしかないんだから、学校行くか家に戻るかの2つしかないんだから、解決方法は2つしかないんですよ。それを選べって言ってるんです。そこで何を選ぶかは皆さんの自由です、ね、自分の子供がここに居場所がない、でも自分の家だけが居場所なんやっていう子供を無理やり学校に追い立てたらどうなるのか。たまちゃんはそういう子供たちを見てきたので知ってますよ。家にも居場所がなくなる。家に居場所がなくなった子供たちはどんな思いで人生歩いていかなあかんでしょうね。そんなことを思いを馳せることができなくなるんですよ。自分だけが苦しいって思ってるから。子供が何か問題を抱えてる、そしたら本当に苦しいのは子供やのに、あたかも何か自分だけが苦しい思いをしてるように錯覚を起こすんですよ。こんなに苦しい思いをしてるって。でも当事者が一番辛いのに。そしてその命を応援するために命がけで世に送り出したはずやのに、忘れるんですよね、それをね。この子の応援団長でいるんだって覚悟ができたから、その命をこの世に誕生させることができたんじゃないですか。あの時思ったでしょ、この子は命がけで守るって。なんでそんな大事なことを忘れるんですか。そしてなんでそんなどうでもいいことで忘れるんですか。学校に行くとか行かないとか、卒業できるとかできないとか、会社に入社するとかしないとか、社会に出るとか出ないとか、命よりも大事なんですかね。私命よりも大事なそういったものがあるとはとても思えない。そして私が今こうやって喋ってる内容は全部子供さんたちを失った親御さんの代弁ですよ。私が今喋ってる皆さんに伝えてるのは子供さんを失ってしまった親御さんの代わりに皆さんに伝えてるだけです。いなくなって初めてわかるんですよ、命よりも大事なものなんてなかったっていうことに。なくさないと気づかないなんて悲しいじゃないですか。なくす前に気づきましょうよ。そうか、私この子の応援団なんやから、この子が社会に出ようが出まいが、卒業しようがしまいが特に問題ねえわって。今の世の中、高校卒業しても卒業しなくても全く問題ない。そんな時代じゃもうない、ないの。社会に出る出ないももうどうでもいい時代になりますよ。もうすでに入ってますよ。だって家から出なくていい、よくなるんだから、仕事がもうつながって、家の中と世界もつながってるんだから、もうすでに今。
今世の中にそのニートや引きこもりがすごくたくさんいるじゃないですか。あれって社会不適合なんでしょうかね。あの人たちって社会にとってお荷物なんでしょうかね。違うんですよ。時代って必ず次の時代の準備を始めるんです。必ず次の時代を準備始める。その次の時代の担い手なんです、この人が。それを私たちが理解できないだけです。この人らが活躍する時代はもう来てるの、来てるの。この人たちは今の時代をそれじゃいかんって変える人たちなんです。不登校やニートや引きこもりっていうのは次の時代を作るパワーなんです。この人らは、このままじゃ幸せになれないよみんなって、今の社会おかしいよ、変えようよって言ってる人たちなんです。たまちゃんはそういう風にその人たちを見てる。だから問題どころじゃない、この人たちがどんな風に時代を切り開いていくのかっていうのをワクワクしながら見てます。だって痛みを経験しないと人は人の痛みに寄り添うことができないから。私たちは不登校の経験がないので不登校の子たちの心に寄り添うことはできないんですよ。できない。でもこの子らは間違いなく私たちよりもあったかい心を持ってませんかね。だって若いうちに心の痛みを経験してるんですよ。学校に行けなかったり、あるいはその社会に受け入れられなかったり、ね、いろんな悩みや苦しみを抱えて今を生きてる若い人たちっていうのは誰よりもあったかい人に決まってるじゃないですか。その人たちでないと開けない扉があるんです。次の時代はそういう時代がもう来たとたまちゃんは思ってます。だから私ね、この子供さんの将来について何の心配もしてません。だってこの国で死ぬことないから、絶対ないから。死ぬこと、この国のセーフティーネットやばいっすから。それを知らないんですよね。たくさんの差し伸べる手があることを気づけないんですよね、私たちって。だって助けてって言えないから、言えないから、なんとかしようとするから。自分で助けてって言いなさいよ、ね、そしたらたくさんの人が力になってくれますよ。もうそういう時代来てますよ、ね、困ったことがあったら助けてっていう勇気を持ちなさい。たま、ね、チャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。